皆さんおはようございます。奈良のモンテサポ HT でございます。2024年フットボールサポーター遠征機構モンテのアウェー藤枝編でございます。ってことで、すいません、まだ、夏祭りだもんの、三部作完成しておりません。2作目までは、なんとか編集を終えて公開することができたんですけれど、3作目は、着手してあまり経ってないんで、公開が申し訳ございません遅れます。ってことで、今から藤枝の方へ向かいます。いやー、しかしお盆休み明けてからも毎日暑いな。こっちは日中まだ35度超える日々が続いて、ほんま夏バテしそうですけど、頑張って行ってまいります。で、改札口の方に来ましたけど、朝9時前やけど駅員さんおらへんや。ってことで、今回往復18切符で移動するんですが、またインターホンにて、連絡して改札をくぐることになります。お待ちください。しばらくお待ちください。しばらくお待ちください。まあまたしょんな。しばらくお待ちください。しばらくお待ちください。なんで出へんねん。失礼いたしました。お願いします。すいません、青春18切符ですけど。はい、本日のスタンプは降りられる駅の係員や列車内の車掌にお申してください。はい、わかりました。改札からどうぞ取りください。はい、ありがとうございます。失礼しました。今回もめんどくさいことさせしやがった。おー、ほんま。ということで、今回も、奈良方面から関西本線経由で、移動いたします。では皆さんよろしくお願いいたします。行ってまいります。今回は、亀山駅にて、押していただきました。で、車窓動画ですけど、前回と同じ経路なんで省略させていただきました。申し訳ございません。ということで、名古屋駅に乗車いたします。名古屋に到着いたしました。で、時間が正午をちょっと過ぎたあたりなんで、ここでランチをしたいと思います。で、X 覗いたらこの時間帯もうモンテサポほとんど爽やか爽やか爽やかって、爽やか祭りやんけっていうことで、ちょっと邪魔したろうかなと思いましたんで、今からきしめを食います。あれ、すいません。あー、きしめん美味しかった。ってことで、ホームに戻ったんですけど、世界の山ちゃん名古屋駅のホームにも進出するんや。あー、これやったら途中下車せずにそのまま寄れそうやね。
藤枝で降りひんの。おい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 、どこへ行くんや。焼津駅で下車しました。で、なんで焼津で下車したかと言いますと、本日のお宿は藤枝ではなく、焼津だからです。で、焼津は今まで泊まったことがないんで、藤枝がちょっと、考えてた、宿取れなかったんで、ちょっと焼津で泊まってみたいなと思ったんで焼津にしました。無事にチェックインを済ませて、45分ぐらい部屋で休憩して、今から藤枝へ向かいます。あ、車両3両しか繋いでないから結構混んでますね。こんな感じでモンテサポの人が乗車しています。週休都市藤枝に到着しました。昨年に引き続きの訪問となります。で、早速シャトルバスの乗り場の方へ移動いたします。こんにちは。今年もあるんですね。はい。
勝するぞ。山形青と白、俺らと共に走れ、この声とこの気持ち、お前らに届いてるだろう。山形青と白、俺らと共に走れ、最後まで見せつけろ、俺たちが山形モンテディオ。わあ、ダンスショーやってるけど音楽魂レボリューションや。うわあ、でもこの曲は好きっすね。あ、めっちゃ気分を上げてくれるんですよ。これ南アフリカのワールドカップのテーマソングだったんですけど、でもこれワールドカップのテーマソングずっとやってもいいかもしれないって思うぐらいの曲です。よし、逃げ切ったぞ。さあ行こう、山形勝利をつかめ、我らの誇りを歴史に刻め、ララララ山形、ララ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 勝利をつかめ、我らも誇りを歴史に刻め、ラララ山形、ラララララララ、ラララ山形。よっしゃー、持ってなんとか行って行きて、さあでしょう。光輝く青と白の誇りさ、だから歌うよ、拳固めてその声が枯れるまで、ラララララ、ララ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 ラ誇りさ、だから歌うよ。La la 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 la
together. We need a cheer for the Sunday. Yamagata. Hey, hey, hey. La 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 la尽くするゴール決めまくれ、オーレオーオーレレオー、俺が尽くするゴール決めまくれ、レレこの感謝を込めておじいちゃんおばあちゃんスタジアムに注ぐ家族家族それぞれ15万円の新人水防戦へのよろしくお願いいたします。はい、レイジャーズ全中リーグ我ら立つ表に小山形、フレフレヒップヒップレ、表に小山形、フレフレヒップヒップレ、よっしゃー、今年も藤枝で持って3連勝、次は次の次は勝って4連勝5連勝勝ち続けるか。お疲れ様です、今帰りのシャトルバス待ち中です。今年も紙一重で勝ててよかったわ。で、昨年もバス待ちの列なかったな。何分後に乗れるんやろか。おはようございます。今回の遠征最終日の朝になりました。で、せっかく焼津に来たんで、今から散歩をしてきます。で、ここ静岡県焼津市は人口13万人の、
漁業の盛んな都市で、遠洋漁業の基地にもなっております。ってことで今から、行ってまいります。まずは、歩いて焼津漁港に、来ました。まあ日曜朝なんでね、もう活気もへったくれもなくシーンとしております。はい、ありがとうございます。今から、最終5回目の、スタンプを押してもらって、お家の方へ帰ります。出発進行。
最寄り駅の法隆寺駅に帰ってきました。で、直通快速、まあ本数少ないけど、まあ利用できたらやっぱ便利やね。ってことで今回の動画はここまでになります。今月のモンテサポカ強化月間、以上一分けでした。まあフットボールサポーター遠征機構も50回超えたし、ここまではいい夏を過ごせてます。ただ唯一残念なのは体重が4キロ増えたことやな。頑張って痩せなあかんな。痩せろ。改札を抜けて、夏の18切符、これ見て終了でございます。で、次回のフットボールサポーター遠征機構は今年2回目のラピスタ編をする予定ですが、台風の進路にかかってるな。どないやろ。で、中止になった場合は9月7日の大分ダブルヘッダーをお送りいたします。ってことで、高評価並びにチャンネル登録どしどしお待ちしております。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次回のフットボールサポーター遠征機構もよろしくお願いいたします。